番レースも6号艇平山千佳が動いていきます。丸亀ブルーナイタープレミアム G1 第36回レディースチャンピオン、女子レーサーによる夏の祭典もいよいよファイナルを迎えます。水面上第12レース優勝戦、1号艇猿森美優、2号艇大山千尋、3号艇香川元子、4号艇松尾かなみ、5号艇藤崎さゆり、6号艇平山千佳、以上6名の対戦です。本番6号艇平山2コース進入か、インコースは1号艇猿森美優です。船足スタート、そして結果と全てに20丸いや花丸級の活躍、デビュー初優勝、そしてレディースチャンピオン初出場初 V なるか。そして2コースには地元6号艇平山千佳です。地元でのレディースチャンピオン、心を込めて魂込めて走ります。そして3コースに2号艇大山千尋、3年前にこのタイトルを獲得、その時以来のファイナル、そして栄冠を目指します。そしてダッシュで角市4コースには3号艇香川元子、こちら10年ぶりのレディースチャンピオン優勝、船足強力です。そして5コースには地元4号艇松尾からみ、夏の海は私が主役、頂点は目の前。そして最アウト6コースには5号艇藤崎さゆり、しなやかな走り、そして調整も OK です。第12レース優勝戦、内から1番6番2番ダッシュ3番4番5番です。スタートしました。確定1周1マークへと向かっていきます。現在スタート判定中です。お手持ちの投票券大切にお持ちください。現在スタート判定中、お手持ちの投票券は大切にお持ちください。現在スタート判定中となっています。お知らせいたします。1号艇猿森美優フライング返還決勝、1番に関する投票券は全て返還となります。お手持ちの投票券大切にお持ちください。1号艇猿森がフライング返還決勝、1番に関する投票券は全て返還となります。お手持ちの投票券は大切にお持ちください。レースは2周目1マークへと移っています。先頭は3号艇香川元子、そして2番手は内側から6号艇平山千佳、3番手は外から2号艇大山千尋となっています。上位体系は3番6番2番の体制、後方は4号艇5号艇と続いて、レースはこれより2周2マークへと移ります。先頭は3号艇香川、そして2番手に6号艇平山、3番手は2号艇大山となって確定ホームストレッチです。上位体系は3番6番2番の体制、レースはこれより最終周回へと移ります。なおこのレース、1号艇猿森がフライング変換決勝、1番に関する投票権は大切にお持ちください。3周1マークから確定、向こう上面に移っています。現在先頭は3号艇香川元子です。悲願の G1 初優勝、そしてまた新たな夏の女王が誕生しそうとしています。上位体系は3番6番2番の体制でラストコーナーです。先頭は3号艇香川、2番手に6号艇平山、3番手は2号艇大山でホームスレッジ。3番6番2番先頭3番香川優勝の五輪、2着6番平山五輪、3着2番大山五輪、4番5番と五輪、なお1号艇猿森はフライング返還決勝となっています。